蛍光ペンギン。無教室に閉じ込められるとどうなるのか。ああ、もうなんで出ないんだよ。まあ、ランキング抜かれてるし。こうなったらラスト10連だ。来い来い来い。かー、黒がそうだ。おい、うるさいぞ。うるさいですよ、パンダさん。え、こっちは仕事中なんだ。少し静かにしててください。もううるさいのはそっちでしょ。まったく、この騒音の中じゃ集中してソシャゲできないよ。集中して仕事をしてくれ。そんなお前らに朗報があるぞ。上司さんが言う朗報なんて信用できないですよ。どこからでも切れますと同じレベルの信用だよな。今回は本当にいいニュースだ。とっても静かな場所があるから紹介してやろう。本当ですか？教えてください、上司。某企画がおすすめする無教室だ。無教室？技術開発部が実験をするために用意した部屋だ。そこでなら自由に過ごせる。ソシャゲだってやり放題だ。ウェーイ。ペンギンとシャチはパンダがいないから、ここで存分に仕事に集中できるぞ。なんだその待遇の差は。早速行っていいですか？もちろんだ。パンダさん、上司さん公認の上、静かな部屋で仕事を休めるなんていいですね。そうでもないと思うぞ。上司が何の打算もなくパンダを休ませるはずがないだろう。聞く。無教室とは？あの、それで結局無教室って何ですか？音の反響を起こらないようにした部屋のことだな。ギネス記録によると45分以上部屋で耐えた者はいないらしいぞ。え？部屋の中で一体何が？音の聞こえ方が普段と違うせいで気持ち悪くなったり幻聴が聞こえたりするらしいぞ。ちなみにうちの無教室はそのギネス記録で使われた部屋と同等レベルの設備だぞ。かなりヤバそうですけど、パンダさん大丈夫でしょうか？しゃん、面白いデータが取れることを期待している。なっはっは。それが狙いだったんですね。ほらな、今回もいつも通り動物実験だ。動物実験がいつも通りになってきていることに恐怖を感じますよ、ペンパイ。音が反響しない。早速ソシャゲを再開しようっと。ん、なんか違和感がある。声も音も全部耳元で聞こえてるみたい。ちょっと気味が悪いかも。まあでもここにいれば合法的にサボれるし我慢だ。すぐに慣れるはずだし。心音が聞こえる。やっぱりなんか音が気になる。落ち着かない。でもソシャゲやりたい。でもでもなんか音がおかしくて違和感で集中できない。でもでもでもこの部屋にいればサボれる。どうしよう。そうだ、音を立てなければこの違和感もなくなるはずだよ。とりあえず寝ればいいんだ。あー、もうなんなのこの部屋、気分悪くなってきたよ。幻聴が聞こえる。1。何してても気持ち悪いよ。よく頑張ったな、パンダ。お疲れ様です、パンダさん。え、ペンギンとシャチくん。ソシャゲ、いいぞ。いくらでも仕事をサボってくれ。生クリームラーメンも超高級笹も用意してあります。好きな時に食べてください。疲れたらペチペチマッサージをしてやるからな。自分の甘噛みガブガブも気持ちがいいですよ。これは幻聴だ。ペンギンとシャチくんがこんなに僕を甘やかしてくれるわけがない。途中経過。パンダさんが無教室へ行ってから30分経ちましたよ。そろそろ限界を迎える頃だな。様子を見に行こう。あれ？ああ、音が反響する。大丈夫かパンダ、げっそりしてるぞ。僕は絶賛合法サボり中なの。快適なんだから邪魔しないでよね。なぜツンデレ風に嘘をつく。大丈夫か、水でも飲め。 あんたの施しなんて受けないんだからね。それはもういい、ここに置いておくからな。ふんだ。この無教室はギネス記録と同じレベルできついものみたいですよ。もう限界時間の45分だ。そろそろ出た方がいい。いやだね、たったの45分で出ちゃうなんてサボりたいという熱意が足りてないことになるでしょう。サボるための部屋じゃないから。このままここにいるとおかしくなっちゃいますよ。すでに相当辛かったはずだ。戻って仕事をした方がマシだろ。いやだ、僕はまだここにいる。なんでそんな意地になる。絶対に仕事なんてしない、したくない。だからここにいるんだ。後に引けない子供みたいですね。ある意味見上げた根性だな。仕事で生かしてくれ、パンダ。上司まで戻れって言いに来たんですか？そんなわけないだろう。ここまで来たら無教室で耐久だ。無教室耐久でギネスを狙え。
わかりました。僕はここでサボり続けます。よし、その息だ。上司としてお前はそれでいいのか。それじゃあ頑張れよ。僕は絶対に働かないぞ。幻聴が聞こえる2。また気持ち悪くなってきたかも。仕事をしろ。上司、さっきはサボっていいって言ったじゃないですか。命令だ。仕事をしろ。また幻聴なの？でもさっきよりもはっきり聞こえる。命令だ。仕事をしろ。仕事をしろ。命令だ。もううるさいよ。命令だ。仕事をしろ。仕事をしろ。なんかだんだんラップみたいになってる。仕事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 をしろしろしろ。命令だだ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 だ。もう。うるさいうるさいうるさい。そうか、さっきのも幻聴だったのか。あー怖かった、ね、喉が渇いちゃったな。さっきペンギンからもらった水を、あれどこにもない。ペンギン持ってっちゃったのかな。いや違う、もしかして今までの全部幻聴に幻覚だったんじゃ。なんだ自分の心臓の音か。パンダ大丈夫か。パンダさん、笹食べます。ゲシャチ君、また幻覚か。もう訳がわからなくなってきた。仕事をしろ。上司、これは本物だよね。仕事、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 仕事。もうどの音が幻聴なのか現実なのかわかんないよ。僕は今生きてるの？生きてるよね。それとも僕は考えたくない。誰かお願い、仕事でも何でもするからここから出してよ。あれ、音が消えた。僕は今一体どこにいるんだ。ここは現実なの？それともまた幻なの？誰か。ペンギン、僕に必殺技ができたよ。そうか、仕事しろ。まあまあ見てみてよ。次回ハイパーインフレーション。が起きたらどうなるのか。効果は相手は死ぬ。小学生か。おはようございます。あなたはこの宇宙船のクルーです。クルーには宇宙船の安全を管理するためタスクが課せられます。なんだよこれ。シディ、おいシディ。もしかしたらこの中に犯人がいる可能性もあるっすからね。誰が犯人なんだ。でこんなことするんだ。もしかして俺ちゃん疑われてます。僕犯人分かっちゃった。何が何でも犯人を見つけ出して必ず復讐してやる。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。